中で彼が開祖であると伝えられている。源頼朝が幕府を開き朝廷の勅使を強要するため相撲を催し各地の強者を集めた時、小兵であったが武装観世流27代毛利小平太国友が抜群に強く、頼朝や諸将が大いに感嘆した。以来諸将流を名乗る。南部藩岡武平山重が鎌倉で諸将流46代石田辰之進の門に入り伝授47代を継承した。岡武平安重は南部重信公に召し抱えられ盛岡藩の初代となる。1711年のことである。次来南部藩の乙女武術として他国に流出しないよう厳しい沙汰が出され面々として伝承されて現在の柳原正弘先生に至っている。昭和54年8月1日盛岡市指定無形文化財に認定される。後ろの花や竹串に当たっても当たったことと見なされると申しましたが、その
第一会場は無本流某術のご演舞でございました。続きまして第一会場は渋川一流柔術森本邦夫先生並びに顧問家のご演舞でございます。